交流できるっていうのがありましたね。といっても、まあ、私がベトナム語で書いているのを皆さんにお見せしても多分、分かる人があまりいないと思うので、ここではその反対をご紹介しています。ベトナム人で、まあ、ユイさんという名前の人ですけど、2時間以内にログインしているから もしかしたら今同時にログインしているかもしれませんね。出身地というか現住所もベトナムになっています、この人はね。あ、そうそうそう、現住所ベトナムでしょ。でベトナムでちょっとこの下の方も見せますが、見てほしいのはここ。